トヨタプロボックス、プロボックス、プロバックスは、トヨタ自動車が製造する、ライト版型、およびかつて製造していた、ステーションワゴンタイプの自動車である。カローラ版アシスタ、ビジネスワゴン、スプリンター版ワゴンの後継者として、版としての使い勝手を念頭に置いた、専用設計を用いて開発されたモデルである。2002年7月2日、発表、発売。 2002年7月から2014年8月型は、初代ビッツ系統のプラットフォーム、NBC プラットフォームを、2014年9月、改良型は3代目ビッツ系統、及び、日本国内市場向け11代目カローラシリーズ、2代目カローラアクシオ3代目、カローラフィールダー系統等のプラットフォーム、B プラットフォームを、それぞれ元に作られ、貨物の版モデルと、 2002年7月から2014年8月型に限り常用もナンバーモデルとしての役割を持つワゴンモデルが設定されている。姉妹車にカルディナ版の後継となるサクシードがあり、サクシードは2018年6月21日から松田にファミリア版として OEM 供給されている。2013年10月11日をもってワゴンモデルの販売を終了したものの、 バーンモデルはこれまで通り継続販売している。詳しくは後日、商用車ではあるものの、ベースとなったビッツやカローラ、e 1 2 0系以降の一部パーツが流用可能なこと、また 1500cc 車ながら、税抜き120万円を切る価格の安さ、車重の軽さもあり、ドリシャやジムカーナといった競技用車両としての需要も高い。2015年からは雑誌、 オプション主催によるワンメイクレースが開催されている。プロボックスおよびサクシードは基本的に日本国内専用車として開発されているが、海外の市場、特に新興国や発展途上国では自動車の資産価値が高いため、同様に日本国内専用車として開発されたプレミオ及びアリオン、カローラークシオ、ラウム、シエンタなどとともにロシアやモンゴル、ミャンマー、 マレーシア、インドネシアなどの各東南アジア地域へ大量に並行輸出されている。ペルーやミャンマーには日本から輸出された中古車がタクシーとして利用されているケースが多い。開発コンセプトとしては以下の通り、要因としてフロントプラットフォームは2002年7月から2014年8月型の場合、コストを考慮した結果、プリウス、カローラ系、 MC プラットフォームではなく、初代ビッツ系 NBC プラットフォームのもを流用し、車両総重量に見合った衝突安全性を確保するため、前端部を延長した。リアフロア版は、過失容積を最大限確保するため、ショックアブソーバーを後継させ、床下配置を可能とした専用品を新開発。後輪の足回りには、プロボックスサクシード専用に開発された4。 リンク式車軸喧嘩、4WD 車は4リンク式、ライブワークする、コイルスプリングを採用し、さらに、ラテラルロットを加え、敬語リンク、積載物による、車高変動や、速報からの入力時にも安定走行ができるように、配慮がなされている。前輪は、ビッツ用を流用したストラップ式とした。バネ高さの短縮と積載重量を考慮し、ビッツ系では、 最大のバネ定数となった。さらに前後にスタビライザーを標準装備しており、ロールを低減している。これらの特性により、NBC プラットフォームでは最も高質な足回りとなっている。インテリアについては、カローラ版、スプリンター版の大口ユーザー等へのリサーチの結果、A4 ファイルや B5 サイズのモバイルノートパソコンが入る、大型のドアポケットや、カードホルダーや、 ペンホルダー、大容量の灰皿、モバイルノートパソコンや弁当を置くための格納式テーブル、長距離走行でも疲れにくいシートなど、乗用車の派生ではなく、あくまでも商用版をメイングレードとして考え、ビジネスユースにおける使い勝手の良さを徹底的に追求しており、良い意味での割り切りが感じられる。その一方で乗降用ドアノブは、コストの安いフリップ式ではなく、 乗用車で多く使われるバーグリップ、取手式を採用している。開発車の中にアイエンカがおり、空調の気流が灰皿の灰を飛ばさないように配慮された配置になっている。カローラ版では、ステーションワゴン、後のフィールダーのスタイリングを優先し、ボディが丸く、特にバックドアはかなり寝かされていたが、プロボックスは過失用席を最優先し、 徹底的に絞り込みの少ないボディ形状とした。安全面については、他のトヨタ車同様衝突安全ボディ5アが採用され、国土交通省の自動車アセスメントで最高レベルの星6つとなっている。環境性能は全グレードで超低排出ガス車認定を受けている。ただしワゴングレードでも F2 は割り切りのため、後部座席にはヘッドレストが標準装備されていない。 ディーゼルエンジンの 1NDTV 型搭載車はノックス PM 法の規制対象となっており2007年平成19年9月までに販売を終了したことで姉妹車のサクシード同様新車として販売されている日本国内向けの総廃機量 2000cc 以下のディーゼル車が消滅した一方で改造扱いではない形式指定を受けた CNG 車が設定されている 車両開発はカローラ、スプリンター版ワゴンと同様にダイハツ工業との共同開発で行われ、生産はグループ市会社のダイハツ京都工場で行われている。日本メーカーの現行ライト版、プロボックスと日産 NV150AD で唯一となっている部分がいくつかあり、設計段階から商用車専用に開発された5速マニュアル車の設定があり、他のメーカーに OEM 供給されていないという点がある。いずれも当初。姉妹車であるサクシードとの相違は以下の通りである。下記の通り使用さがあり、1.5リットルガソリンエンジンの再イ化モデル同士で比較すると10万円程度の価格差があった。2014年のマイナーチェンジの際、上記の多くが共通化された。トヨタカローラ店のみ取り扱いとなる。 プロボックスの発売当初は、従来のカローラ版を取り扱っていたカローラ店と、スプリンター版を取り扱っていた、旧ネッツ店で併売されていた。後に、レクサス店の発足によるトヨタの日本、国内販売網の見直しにより、旧ネッツ店と、旧トヨタビスタ店が統合されて、現在のネッツ店が発足以降からは、メーカー主導によるネッツ店の取り扱い車種の、 見直しによりネッツ店でのプロボックスの取り扱いが廃止されて、カローラ店のみの取り扱いに変更されている。しかし、旧ネッツ店系のネッツ店では、前身のオート店時代から、スプリンターバンやプロボックスを機能している、法人オーナーの顧客を数多く抱えており、メーカー主導によるネッツ店の取り扱い車種の見直しにより、プロボックスの取り扱いが廃止されたことに、 旧ネッツ店系のネッツ店は、もちろんのこと、前身のオート店時代からのネッツ店の顧客からも、プロボックスの取扱い復活を望む声が、続出しており、現在もメーカーに対して、プロボックスのネッツ店での取扱い復活を望む、声が根強くある。そんな中、系列ディーラーが、トヨタカローラ店のネッツ店では、プロボックスを、系列ディーラーが、トヨタテニアトヨペット店のネッツ店では、 サクシードを、また、系列ディーラーに関係なく地域のトヨタディーラー同士の相互協力により、プロボックスやサクシードを8 0販売している、ネッツでも数多く存在している。英語で、プロフェッショナルという意味のプロと箱を意味するボックスを組み合わせ、プロフェッショナルのための箱という意味を込めて作られた造語。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。